ははいこんにちは今回は東京湾マダコ釣り後編仕掛け編です道具編2023年8月木更津で釣った15匹木更津マリーナから船のタコ釣りですトータルは重量8 7キロ 両型揃いでした。2キロクラスは出なかったんですけどね、キロアップは2匹。2匹が100グラムのピンポン玉サイズでした。私の中でタコといえばキサラズです。千葉川なんですけれども、砂、泥地がほとんどで、堤防沿いがポイントになります。 岩礁帯を好むタコ岩礁帯といえば堤防の横そこがタコのポイントになります堤防の横です千葉側の岩礁帯って堤防沿いにあるぐらいですかね人間が堤防を作るために入れた岩ですとかそういうものです堤防沿いの周り10メーターぐらいに石、岩、テトラなどが 点在してますここは木更津沖堤防こんな感じのところが狙い目です木更津沖堤防は堤防の上にも釣り人がいる時がありますので釣り人がいる時はやめましょうこんな感じになってます堤防の際から 10m がポイントになります そして堤防からすぐのとこ 1m ーー以内そこはただですねこのタコユラハンターもちょっと遠目こちらの方に行くともう釣れません堤防から 1m ーー離れているとタコユラハンターほとんど釣れないなぜでしょう エギはこんな感じの2本使い。そして1本には輪ゴムで豚バラを巻いておきましょう。布製の安いエギがいいです。もう一つの方は必ず高いエギにしてください。アピール力があるやつ。今回はシマノのタコマスターフラッシュブーストを使いました。 一本あたりのエギの価格はほぼ倍以上です。でもすごくアピール、キラキラします。アピールのエギと豚のエギ、餌のエギ、二本使いでやってみます。今回は餌のエギとアピールのエギ、どちらに乗ったか十一連発。スローモーションで止めて確認しながらやりました。 これはエサのエギの方に乗ってますおまた次の映像です上がってきてたもいでそしてこれもエサのエギエサのエギ先行してますねこれがエサをつける理由ですエサのエギ、アピールのエギ、これはエ 両方に載ってます。実際最終的にどちらを加えようとしたかっていうのを見てます。これも餌のエギ、アピールのエギ、両方に。ここまでアピールのエギだけに載ってるのないですね。 次も餌のエギの方に乗ってました豚バラを巻いたエギの方が圧勝ですかねでも豚バラ2本巻いてもそんなに釣れないんですよねお、これは初めてアピールのエギの方についてますアピールのエギというのは値段の高い方 1>, 1本1,000円ぐらいのエギになります次はどうですかねこれも餌のエギ、太陽の反射でちょっと分かりづらいかもしれませんお これはボートの反対側から、どちらでしょう。これは両方の駅に乗ってます。次も、餌の駅の方ですね。これは、 餌のエギ、アピールのエギ、両方に乗ってました。実際、ゆっくり止めて、私が確認したんで、違っていたら、すいません。これも餌のエギ。結果はですね、餌のエギだけが6回、アピールのエギが1回、両方が4回の計11回でした。 本当、餌のエギ2本でいけばいいんじゃないかって。でも本当釣れないんです、それは。今回はこんな感じの仕掛けでやりました。アピールのエギと餌のエギそして夜光のおもり。タコは夜行性ですが、昼でも明るいのが大好きなんです。ですので、光るエギ ほんといいです。あと、ケイムラパターン。アピール側につけるのもいいです。図解するとこんな感じになってるんだと思います。タコの葉ちゃん。お、なんかあるぞ。おもりがキラキラ、えぎがキラキラ、ピカーって感じで。敵か餌かなん近くに寄ってみよう。いい匂いだ。豚バラのプーンという匂い。 ちょっと足出して触ってみるかお感触的に餌だな食べようってなってるんだと思いますなのでアピールするエギが重要なんです餌付きも近くに来た時は絶対重要です右から来たのと左から来たの餌付き餌なしうんどっちにかかるかなあとですねこういういアピールを 仕掛けの上にタコ塀ですとか初心者の方には実際抵抗になってしまいタコが乗ったかっていうのが分かりづらいのがデメリット音が出るものや光るものゆらゆら揺れるものなどタコが大好きなものが上につけるといいんですけどねタコ釣り最初の方はけるといいんですけどね エギと重りでアピールした方がタコのあたりは分かりやすいです夜光塗料で塗った重りちょっと高いですけれども効果的あと釣れるエギ今までいろんなものを使いましたがエギ特にですねケイムラ特別によく釣れますやっぱり朝場だとケイムラ光るんでしょうね このエ重りがついてないのが残念です。そして今回使ったのは、シマノのフラッシュブーストタコマスター。15匹全部です。そして仕掛けを軽くして、ちょっとでもタコが触った感じが分かるようにした方がいいです。仕掛けの抵抗が 200g でタコが 300g。仕掛けの抵抗が 300g でタコが 300g。そうすると、 どっちが分かりやすいですかねあとロッドは曲がる曲がらないどっちがいいのかな仮に小突きをした場合曲がらない方がかなりよく動きます曲がる竿は竿だけが曲がっている時がありますタコをかけてからは反対になり足広げたり縮めたり ロットが曲がるとタコが外れる原因になります太刀魚用のテンヤロッドなんていいと思いますリールは PE3 号から6号が 50m 巻けるものがいいと思います最初の引き剥がしは力勝負なのでローギヤがおすすめこのリールローギヤかわかんないんですけどすみません私は PE6 号 50m 巻いてます ラインが心配なら予備のリール持っておいた方がいいです。私のやり方なので参考にしてください。すべてが正解なんてことはないです。楽しいタコの釣り、皆さん一緒にやりましょう。釣り方、場所、教えない人たちもいます。それより腕上げて、もっと釣ればいい。最初は誰も分かりません。ご参考にしてください。どうもご視聴ありがとうございました。では、